なんでいつも強火で冷やしてんの？ねえねえ、なんで？あなたのためよ。お母さんが元気だとあなたたちの洗濯物がよく乾くでしょ。母、愛情一本、強火ドリンク。パパが強火頼むのは家族のためですか？私はママのためですか？コロのためかな。何それ。コロも家族ってことでしょ。母、愛情一本、強火ドリンク。愛情、愛情。大宝薬品。すごくやっぱり楽しくって、なんか一番印象に残ってるシーンがあって、なんかやっぱり母愛情一本ちょびたドリンクっていうところの母の発音がすごい難しかったなっていう印象があります。時代劇をあまり見たことがないのですごい新鮮な感じでした。最初結構テンション高めに母って上がってたんですけど、あの最後の発音が。でも最初の母にアクセントを持ってきたらいいよって言ってもらえて、その後からだんだん掴めてきました。お家でワンちゃんを飼ってるので、それで同じ匂いがしたのかなみたいな感じは思ったんですけど、すっごくふさふさで可愛かったです。ワンちゃん、ミニチュアダックスフンドとチワワを飼ってます。ミニチュアダックスフンドのワンちゃんはチョコっていう名前で、チワワはティアラっていう名前です。やっぱり愛犬のティアラとチョコに愛情を注んでいます。いつもはなんていうか抱きしめてあげたり、餌とかをたまにいっぱいあげたり、すごい大好きなので、とにかく散歩とかいっぱいしてあります。毎年小さい頃はお母さんと一緒に買いに行ったビールと、あと手紙を書いてそれをお父さんに渡してました。お父さんがあまりファッションに興味がないので、私すごいお洋服とか選ぶの好きなので、お父さんにかっこいい洋服をプレゼントしたいなって思ってます。すごく優しい歌声で、本当に幸せな家族が想像できる歌だなって思ったのと、私すごいいつもお父さんとかには何もありがとうとか言うんですけど、そのしょっちゅう言わないので、やっぱり言葉にあまりできないってところがすごい共感できました。愛情。